今日はキンプリの平野翔についてジャーニーさんが話すみたい。私はヤマハに行ってくるけどね。バイバイ。ちょ、待てよ。ちょっと絵たちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。あと数時間でキンプリが5人から2人になるわね。具体的な数字を聞かされると本当に2人でやっていくのって感じになるね。でもこれがチャンスになるかもしれないわ。というと2人になることでティアラたちはあの2人を応援したいと思えるかもしれないわ。同情から恋愛になるパターンみたいなやつね。こんなピンチで潰れるなんてまっぴらごめんだからね。平野から最後に挨拶とかあったの？もちろんあったわ。でもジャニーズを退所して発表したいことがあるって言われたの。あの事実を平野からバラしたいのかな。私もそう思って慌てて謝ってしまったわ。謝ったの？それはダメだよ。非を認めることになるよ。だって100ゼロで私の方が悪いと思ってるから。じゃあジャーニーさんに悩まされたあれこれを暴露するんだね。大丈夫、先回りして謝ってお金渡したから黙っててくれるわ。平野はいいやつだからな。平野たちは本当にティアラのことを一番に考えてるんだよ。今までありがとう平野、岸、神宮寺。なんとしてでも性以外のことはあの子たちの口から言わせるわけにはいかない。その事実はもう出回っているから重大発表でも何でもないね。